はい、おはようございます。カパパです。ここはね、菅野台のバス停です。ということで、ちょっと見えませんけど、今日は木曽駒ヶ岳に登ります。はい、それではね、1日目のルートをご紹介します。ロープウェイで千畳敷まで上がってスタート。八丁坂の急登、のっこし上渡まで上がります。木曽駒山頂に行く前にね、絶景の稜線で知られる稲前岳に登ってきます。稲前岳に登った後は一旦のっこし上渡まで戻って中岳へ向かいます。はい、中岳をね、通り越して駒ヶ岳頂上山荘の天場に到着。テントを張った後、木曽駒山頂へ向かいます。登頂成功して、一旦テントに戻り、ビールで祝杯をあげます。では行ってみましょう。お待たせいたしました。このバスは駒ヶ岳ロープウェイ駅行きでございます。 When exiting the bus, for your own safety, please do not put your face and do not have a fare ticket. Please place your fare in the fare box when exiting the bus. 白火平の、ロープウェイの駅に着きました。空はね、青くなってきてますね。やっぱりね、天気予報通りだね。おお。いや、来た。ここはですね、駒ヶ根のロープウェイの上の駅。はい、ここからですね、今日は、木曽駒に登ります。頂上山荘の天場で、一泊しようと思って、天泊装備で来ました。はい、それではね、早速これ駒ヶ岳神社で、お参りしてからですね、千畳敷カールからぐっと登ってきたいと思います。それでは行ってきます。はい、広いですね。ここでね、昔ね、冬山スキーやったことあるんですけど、いやー、すごいね、天気ね。風は見た通り強いんですけど、晴れてよかった。きついとこはね、正直言うとここしかないんで、ゆっくりゆっくり行きます。いやー、雲が早いね。これ上空相当風吹いてるよ、これ。
稜線風強そう。では行ってみますか。いや、ザック重、まあ、重いっていう割にはね、まあ、よく登ってると思うんだけど、こう最後の急登ですね。いやー、みんな僕がいるね、この日陰になってるところで休憩してました。唯一の日陰って言っていいかもしれない。ここはノッコシ浄土ですね。だけです、今日はね寄らないで、明日の帰りでもね寄ってみたいと思います。今から行ってきます。あれがね、ロープウェイの上野駅ですね。で、稲前岳はあそこです。あと300-400m。 これね、山頂だと思ってた岩の塊はこれ9号目あたりで、山頂はあそこですね。だいぶ遠いけど、あーでもね、山頂の標識がなんとなく見える。さあ行きましょう。稲前岳山頂です。はい、稲前の山頂からはね、はい、宝剣中岳、ここは、あとはこっち北アルプスの方も見えますね。どれがどれかちょっと分かんないけどね、ちょっとね、稲前の山頂風強すぎて危険なんで降ります。でも絶景だね。のっこしまで降りてきました。ちょっと見えませんけど、中岳を越えて、木曽駒山頂に向かいたいと思います。
頂上山荘、あれですね。で、あの下が天板になってます。あそこまで行きましょう。こんにちは。今ね、受付してきたんですけど、天板2000円なんだね。お、木曽駒の山頂が見えてきた。だいたいね、テント張り終わりました。こんな感じ。はい、石井のね、非常に古いテントですけど、 G ライトですね。G ってね、まあ、ゴアテックスの G です。はい、で中はね、まあ、1人から2人用ってなってますけど、まあ、2人で寝たことないですけどね、まあ、1人だったら快適に寝れます。はい、まあ、ゴアテックスの1枚布の。いやー、すっかりガスっちゃった。今時間は12時55分ですね。先にね、木曽駒の山頂やってからで戻ってご飯食べようと思ったんだけど、ちょっとガス晴れそうにもないんで、先に昼飯食っちゃいます。これ辛いけどさ、うまいんだよな。木曽駒の山頂、お散歩してみます。ちょっとね、昼寝しちゃったんで、再び登り始めるのにエンジンがかかんなくて、ね、苦しいですよ。多分あとちょっとね、木曽駒頂上だと思います。ああ、木曽駒神社お参りしていきましょう。山のアプリで山下ってやってて、今開いちゃった。
たまにね、青い空が見えるんだけど、風が強くなってきたんで降ります。はい、ということでございましてね、木曽駒ヶ岳、登ってきました。今ね2時40分なんで、まあ、テント場に帰るのがちょうど3時ぐらいですかね。あのね、ここ登る前に実は30分ぐらいこう昼寝したんだけど、ダメだわ、眠くて、本当に正直言って眠くて、とりあえず降ります。はい、今ね5時50分ですね。雲はね晴れないですね。こっちはどこかな。はい、そんな感じでね、まあこれ外がねもうめちゃくちゃ寒いんで、まあ、テントの中で飯食おうと思ってるんですけど、まあ、火を使うんでこっちがね全開にしてます。でね、僕の G ライト、こんな感じなんだけど全室ないんで、まあ、雨降っててもここ開けないとダメなんだけど、まあ今降ってないんでね、ここでご飯食べたいと思います。これレトルトご飯でしょ。でこれはキーマカレー、これ温めるやつね、両方とも。それとこれね、まあ甘いの食べたくてフルーツミックス買ってきちゃいました。それとこれですね。いや、これがないと始まんないよね、山はスーパードライ。それとこれがスーパードライのあて一応非常食ですけど、まあ明日帰るだけなんで、まあ、魚に草を当てにビールを飲みたいと思います。これ温めるご飯なんだけど、僕はねだいたい炊かないんですよ、山の上では。でこれがいいのはこれがお皿になるのねもうそれがいいんで。ここにカレー入れると溢れちゃうんで、これをね上に重ねてここにスペースを作ります。ドボ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 、おお、あっち。はい、今日のね、夕ご飯は、キーマカレーライスと、あとこれが、フルーツミックスですね足んなきゃねカップヌードルあるんだけど、まあ、とりあえずこれでいただきます。Yeah.